ということで、ダブロックです。イエーイ。仙台お疲れ様でした。お疲れ様でした。今帰りの道中で神戸サービスエリアにやってきました。サービスされるよ。ほぼ神戸。大空さん、お疲れさん。サービスされるよ。お疲れさん。もう大変らしいから。で、ここで何をするかっていうと、今回はこの神戸サービスエリア、何県か分かんないけど、茨城県。ここで、お土産を買いたいと思います。いいの？なんでお土産買うの？そのお土産はね、8月30日、高田のツアーファイナルの高田馬場エリアで、当たり付きのチェキが当たった子にプレゼントします。よいしょ。イエーイ。選んじゃうということですか？じゃあ、お土産を。そういうこと。じゃあ行きましょう。早速店内に入ってみたいと思います。はい、じゃあ中に入ってきました。来ました。スコード1っていうのありました。ありました。何あります？パンダさん、それもみあげじゃないかもね。もみあげではない。誰のおめめかな？パンダのもみあげ。パンダのもみあげ。誰のおめめかな？さあ、ロビン。ロビンです。ありがとうございます。まあ、水戸だから。すごいんだよ。ベニアさんのネバール君。見て、納豆すぎる。ネバール君いない。メロンカレー、メロンカレーだ。これ当ててくないってやつじゃん。そうなの。メロンカレーも美味しいから。栗カレーとかさ、すごい匂いがすごい。スタマネが俺の好きな可愛い女ね。ロビの彼女。あ、ロビの彼女です。どうも。なんでロビだよ。カメラ回ると、カメラ回ると、カメラ大事。喉の節制を。ぶっかけまあ、うまいけど。うまいけど。おたろくインタビュー。単独インタビュー。単独インタビューでほら、どうすんの、そうだな。今後単独インタビュー。そうだね。じゃあ、選んでいいの？本当に。いいよ。おたろく選んでくれ。絶対変わるやつ。ちゃんと嬉しいやつ。嬉しいやつ。そこはまずいな、そこはまずいな。ここダメ。そこはまずい。ここダメ。うん。調味できるやつ。めっちゃ美味しい。もう牛タン待って、牛タンある。なんか選ぶ。3個当たり強いよ。3個当たり強い。3個どう？3人で3枚マカロッケ先生。見てほら、お土産対象、2016年カオルカルト。何しようか。あ、4つにして1人1個や。そうそうそう。あ、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ俺も決めた。どれ、メロン好きだね。けどね、俺メロンだね。いいです。これかな。フォロワーマン。フォロワーマン。あ、うまそう。結構美味しそう。俺食いたい。クリーマスーじゃん。よかったね。食べたいのに。いいな。カードからね。ドミンは初仙台。初仙台。どうでした？いや、なんか思ったより良かった。どうだった？もうライブハウスはね、楽しかったから良かったけど、意外に。楽しかった？変えたみたいです。あ、いやね、初めてのお使い。初めてのお使い。当たった人は、
ぜひ食べてください。どうもって感じかな。ラブロックでした。てしぶちゃんが言うんだけど、おたろシャイか。